かレビューしてほしいよ、永井さん教えてという、コスメ、これをね、集計しました。質問の多かったコスメをレビューしていきたいと思います。好きすぎるし、いいところしかないコンシーラーでございます。とにかくモイスチャー感が素晴らしく、しっとりと仕上がるね。ポイントメイクいきます。フジコタシパレ4番ホリフカヌード光と影。これのね、どう使ったらいいんですかというようなことだと思うんですけれども、タシパレなんだよ。自分のアイシャドウやメイクアップアイテムにワンプラスして陰影を仕込んだり、華やかさをプラスしたり、ウエットなツヤというのももたらすことができるじゃん。で、指を使って影をもたらし、これだけで完成させることも可能だけれども、タシパレって言ってるんだから、やっぱりこれ陰影使いとして影のせたりさ、上から華やかにさ、好きなアイシャドウにワンプラス、あとは私なんといってもこの、マットベージュで眉を仕上げたりするのもとてもいいと思うしさ、ノーズシャドウしたりとかさ、いろんな活用方法があります。まあなんかプロっぽく見えるけれども、実は自分のメイクを底上げするプラスアイテム、タシパレ、まさにタシパレだなって思うので、1個持っているととても便利だと思います。ディオールサンククルールクチュール、429番。こちらの使い方がわからないという質問が来ていたそうです。あまり私はどれをどこに配置してということは言い切りたくないですね。自由自在に使ってほしいと思います。今日の私だったら、今フジコで陰影仕込んであるんで、思い切ってこの光沢のピーチを上に重ねてみようと思います。タシパレで影入れてるから、ピーチ入れてもそんなに腫れぼったくならないと思うんだ。この辺の影色は締められそうだよね。ちょっとこれ、すごい締まる。目尻だけちょっとアイライン的に入れました。この赤みを取って、下まぶたにちょっと赤みラインを入れてみよう。で、ここはなんかハイライトにもなりそう、鼻先とか。濃い色と薄い色は締めて使ったり、そのハイライトにしたりってことで、決まってきちゃうとは思うんだよね、使い方。だからミディアムカラーをどういう風に展開するかで変化をもたらす。例えば今日これ広くのせたけど、明日はここ狭くしてこっち広くのせるとか、なんかある程度役目を絞らないと、確かにはちゃめちゃにわけわかんなくなるとは思うよ。ハイライトはハイライト、締め色は締め色で、ある程度役目は決めちゃって、それ以外でこうコロコロ配置を変えるとか、2色で縦割りにするとか、こっちが上でこっちが下とか、なんかそういうメインで広く使うもの、範囲を狭く使うものっていうグループ分けして、そのカテゴリーの中で好きにいじくる。ほら、わかんないけど、お料理のさ、じゃ食材こんなにこれあるんですけど、作る人によっていろんな多分あれが出てくるでしょ。なんかそれと一緒で、そういう使い方もあるんだみたいなことを、毎日食材一緒なんだけど、いろんなレシピをこう自分の中でこう編み出していくっていうか、多色パレットはもうそういうことでしかないと思うので、いつもこれはここに塗る、そういうふうに覚えない方がいいと思うし、だってこの使い方でもさ、メイクアップアーティストのいろんなメイクシーンなんて、いろんなメイクが出てくるわけじゃん。決まりをあまり設けない。でも分かんなくなるなら、ある程度絞る。次はメディアリュクスのアイブロウパウダーです。メディアリュクスめっちゃいいよ。見て、このカチーンセットして長くなるこのツール。アイブロウツールは小さければ小さいほど技術が縮こまって、なんかうまくいかないな、ダイナミックに演技できないなって私いつも思ってるの。だからこのように長くして安定感を持って、きちんとこう眉毛に取り組めるような仕掛けっていうのはすごい最高だと思う。ここのね、ブラウンも結構ダークなの。グレーじゃないんだけれども、意外となりすましの、長い式疑似眉はやれそう。で、反対側のチップにピンクを取って色を染めるっていう長い式2段階眉も叶いますので、実はこのメディアリュクスのアイブロウパウダー優秀だなっていうふうに思っています。これね、クレドポーボーテル・レオスール・デクラ。とにかくこのクレドポーのハイライトはですね、ソンジャソコラのハイライトよりもやっぱり高級で非常に華やかであります。ですから、やはり狭い範囲を絞ってやるべきだと思うし、一のせで随分華やかさが投じられるから、もうスペシャルなハイライトだと思うの。ポジションを絞りながら、本当にね、
美しくね輝くから、透けるような薄い肌とかにこれは散らすというよりも端正な仕立て、存分にメイクを楽しむっていう流れでまとうべきハイライトなのかなって思うな。うん、なんかメイクを存分にやった日に最後はもうこのクレポのハイライトをまとうぜっていう感じの、もう本当に気分まで上げてくれる、まあ、憧れのハイライトって感じだね。映えるしね、もう漏れって感じだと思います。ジルスチュアートブルームドロップリップ&チークシフォン、うん、あの透けてな滑らせてなんぼこすってなんぼの液チーク、あのシフォンタイプの03番なんですけれども、やっぱりね液チーの使い方が分かんないっていうことだと思いますので、あのチーク深掘りの回をぜひチェックしていただきたいんだけれども、液チー今あの滑らせようと思うんですが、私もファンデーションすごい塗っちゃってるんで、これは困ったもんだ、滑らせられないから、スポンジ使ってなんとかして液チーを叩いてみたいと思います。叩く理由はチークの回に出てるよね。ちょっとだけファンデとチーク混ぜて、そしてファンデのカバー力をいただきながらだったら液チーをまあなんとか。でも基本的にはその動画見ていただくと分かるんですけども、この液体チークっていうのは指でこすっていただく薄い肌作りに、セットで使うべきものというふうにお伝えしています。今私のようにファンデーションをしっかり塗ってコンシーラーとか今粉とかいろいろ塗った肌には本当は上からちょっといきにくいよ。もしやりたいならっていうことで、超裏技の裏技で今ファンデーションと混ぜるというテクニックをお見せしました。じゃあ最後リップ2つ、リリミューのセンシュアルフィックスティントだって。見てめちゃくちゃ高発色なんだけど、内側にちょっとしっかりめにのせて、急にこれで縁取るとどん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 あのこういう緩い材料っていうのはオーバーになって溢れていってしまうので、内側に塗ってまんまして広げる、指でちょっとそぐまたは少しこう叩く感じにして、外側の処理をちょっと指入れた方がだらしなくならないんだよね。品がよくまとまるから、なんかこなれるし、自分のものに唇がなってるって感じしない？推しは、まあ、ちょっと万能な、なんか好印象な03番。この隣にあるこの色も、04番も赤茶リップという感じで、結構引き締まってお仕事ができるっていう風な雰囲気も出そうで可愛いなって思ってます。最後です。NARS のパワーマットリップスティック。これはノーエンジェルっていう色なんだけど、確かにね、硬いんだけど、まあ、さっきの液体から比べたら硬く感じるんだけど、ふわーっと伸びて結構こうムースっぽいぼんやり仕立てとかも可愛いわけ。ビチッと塗るとすごい結構モードな感じになるんだけど、指で叩き込むとぼんやり使いで、あのなんかこうこなれ感も出てくるので、意外と使い勝手いいな。真ん中にこれを塗って結構滑るよ、硬く見えて。でね、不思議なんだけど、すごい見た目マットなんだけど意外と乾かないんだよね。マットリップってやっぱり乾く、どうしても処方的にそういうもの多いんですが、本当にこれ見た目以上に乾いてないの、本人は。だからベスコスもたくさん取っていたけれども、その辺の、あの機能性というか製品の技術背景も素晴らしいと私は思います。ティントじゃないけど本当に落ちないよ。だってほら、わかる？こんなにマットだからさ、マットだけ全然ついてないじゃん。落ちにくさも重要ですけど、私は結構その快適じゃないとすごくすぐ拭い取ってしまいたくなるタイプなので、落ちにくさ以上にそのテクスチャーや快適さっていうものにも私は重きを置いて選んでいます。そういう意味ではどちらも叶えているリップだと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。皆さんから募集したあのレビュー希望のコスメを一堂に、語り尽くしました。何度も見て復習してもらえたらと思いますし、他の動画でも今日出てきた製品掘り下げていますので、改めてそちらもご覧ください。ということで、今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまたね、バイ。